古法テク彗星。軌道離心率1.00008 00の非周期彗星。非周期彗星は、軌道離心率が1以上の彗星である。放物線軌道、または双極線軌道を持つ。光転周期は、定義できず、一度太陽に接近した後は、二度と戻って来ないか、仮に雪道などによって戻ってくるとしても、数十万年以上未来である。 非周期彗星に対し、離心率が1未満の大円軌道の彗星を、周期彗星という。ただし、非周期彗星は、長周期の周期彗星と区別する意義が少ないので、合わせて、長周期彗星として論じられることが多い。離心率1の軌道は放物線軌道、離心率が1より、大きい軌道は双極線軌道である。ただし、現実には、 離心率がぴったり1になるようなことはない。発表されている軌道要素で離心率が1になっているのは観測が不十分だったため離心率を1と仮定して自由変数を一つ減らして求めたものである。現実には双曲線軌道か長周期の楕円軌道であろう。非周期彗星には軌道長半径、円実点距離、公転周期は定義できない。 ただし計算上、放物線軌道では A、Q、P はすべて無限大になる。双極線軌道では A と Q はマイナス、P は虚数になる。奇周期彗星の離心率は1以上だが、そう大きく超えるわけではなく、最大級のボーエル彗星でも1.058程度である。これは、力学的エネルギーがほぼゼロであったこと、すなわち、数万 AU というような遠方。 では速度及び、角速度がゼロに近かったことを意味する。ただし、そうであるからといって、必ずしも、遠方、から来たとは限らない。惑星等の他天体との重力相互作用によって、軌道が変化した可能性があるからである。ありがとうございます。